今の自分の、なんていうんですか、環境というにはあれですけれども、何があるかっていうと、Mac mini をどこにどういうふうに接続するかというと、映像のモニターがあります。七尾の映像のモニターです。まあ、あと、USB で、JBL のスピーカー、ちっちゃいスピーカー、それに、これはワイヤレスかな？で、Apple のキーボード、それにトラックパッドがあります。これに Mac mini を接続していこうと、セットアップしようと思います。さて、それではこの Mac mini、セットアップしたいと思います。起動しますかね。画面は起動しているようですけども、このトラックパッドとiPad、トラックパッドとキーボードはセットアップしてないので、これ今 Bluetooth で探してんのかな。あ、来ましたね。カーソル動いてますね。次はキーボードっていうのかな。キーボードに電源を入れてキーボードに接続するまでお待ちください。いっぺん切って電源を入れた方がいいのかな。ちょっと覚えてないんですけども、 Bluetooth の機器にも Apple の Apple のプロダクト製品であるということを認識できるあれがあるのかな。わ、来ましたね。言語とりあえず日本語、国または地域は日本ですね。日本、続ける。優先する言語は日本語。入力ソースは日本語のローマ字入力、イギリス。まあ、アメリカでもイギリス、アメリカかな？これ変えれんのかな？日本語、まあ、後で変えればいいでしょう。続ける。アクセシビリティは、アクセシビリティ機能を使えば、個々の必要性に応じて、まあ、今はなくていいでしょう。で、Wi-Fi のネットワークは見えないはずだから、こんなんだったかな。パスワード合ってっかな。パスワード違いますね。あれ、これが違うのかな。こうかな。どうだったかな。名前を覚えてない。これは多分あれですね。Mac アドレスを登録してないので、多分すぐはつなげてくれないんだな、きっと。
その時はどうしますかね。で、どうしますかね。で、多分絡みまくってますけども、イーサーのケーブルを取り出して、イーサーのケーブルを取り出して、とりあえずイーサーをつなげてしまえばなんとかなるかな。これでイーサはつながったと思うんですが、Wi-Fi をキャンセルして続ける。Wi-Fi を設定しなくてもいいですか？はい、続けましょう。データとプライバシーは、はい。イコアシスタントは、別に、ああ、これ、あればよかったんだけど、まあイコアシスタント今はしない。 Apple ID でサインイン、で続ける。正しくありません。送りましたと、はい、許可する、で、iCloud に同意します。はい、同意する。と、コンピューターのアカウントを作成。時間かかるのかな。iCloud のアカウントを設定中。イーサーのケーブルがチカチカしてるんで、多分通信を行ってると思うんですけどね。探すよりこのマックの位置を実際にこのマックのメッセージです。はい、エクスプレス設定、はい、
はい。はい。Siri を有効にして、オーディオの収録を共有でいいかと思いますね。勉強してくれるんでしょう、僕の声を。ディスクの暗号化は有効にして、使うかどうかは別として、暗号化も有効に分かんないからしときましょう。外観モードを選択、ライト、ダーク、自動、これは自動ですね。続ける。Mac を設定中。カレンダーでこの Mac の位置情報を利用しようとしてます。OK。新しいアカウントはインターネットアカウントで構成できます。はい。そんで、まずは、これの、変えたいのは、まずカーソルを、クリックは、ダブルクリックを、早い、ん?クリックは速い、軌跡の速さも最速とは言わないまでもこっち側にやっといて、トラックパッドを設定、トラックパッドが見つかりません、見つかりませんも何もこれ動いてんだけどね、いいんですね。ちょっと音を静かにしていただいて、こんな感じですかね。これと、ディスプレイの、カラーは、これはカラーは、7尾の EV でよくて、ナイトシフトも自動、スケジュール、日の入りから日の出までぐらいしときますかね。で、ディスプレイは、回転は標準でいいんですけど、これデスクトップをどうやってか変えれないのかな。どうやったっけ。ディスプレイのデスクトップはどうやって変えるんでしたっけ。覚えてないな。ないね。ちょっとわかんないけど、ソフトウェアアップデート。最新の状態ですと。そんで、通知はよくて、Apple ID もいいでしょう。で、メールとかはまだやってないんで、あれだけど、これ、ドックの、そうだ、設定で、ドックのサイズは、ちょっと大きめにしてもいいけど、拡大を、普通は自動下で、ウィンドウのダブルクリック、ウィンドウデュープリュー、ドックを自動的に表示、これか。これでこうするとこんな感じと。だいたいこれでいいんじゃないですかね。メールとかはちょっと覚えてないんで設定できないんですけど、ランチパッドもいらないと。そんで、マップはあってもいいかな。フェイスタイムもあってもいいかな。連絡先はいらないと。ほんで、リマインダーもとりあえずいらないと。アッ
Apple TV もいらないと、メモもいらないと、でポッドキャストもいらないと、キーノートはいいけどナンバーズはいらないと、ページズもまあとりあえずいらないと。でこれは What's new on the App Store and Arcade、はい、これは何でか知んないけど英語ですね。まあいいんだけど、あら OS は日本語のはずなんだけどな。サインイン、お、サインインをすると日本語になりましたね。別に日本語か英語かどっちでもいいんですけど、アップデートはないと思うけど、はい、アップデートはない。で、とりあえずはできたと思います。